国会基本政策委員会を開会いたします。議事に先立ち一言申し上げます。本委員会の前委員長である委員室井邦彦君は去る1月3日逝去されました。誠に哀悼通席に耐えません。ここに謹んで哀悼の意を表し、皆様と共に黙祷を捧げたいと存じます。どうぞご起立願います。黙祷。黙祷を終わります。 ご着席願います。理事の補欠選についてお諮りいたします。委員の異動に伴い現在理事1名が欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。理事の選任につきましては先例により委員長の指名にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。それでは理事に牧野孝雄君を指名いたします。国勢調査に関する件についてお諮りいたします。本委員会は今期国会におきましても国家の基本政策に関する調査を行いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議なしと認め採用決定いたします。合同審査会に関する件についてお諮りいたします。国家の基本政策に関する調査について衆議院の国家基本政策委員会と合同審査会を開会することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め採用決定いたします。本日はこれにて散会いたします。